鉄道ライトトーク。今回は京阪1997年寝屋川車庫撮影会の記録です。今回は1997年9月の13日、鉄道友の会主催の京阪8000系ダブルデッカーと9000系の撮影会だったと思います。この後ですね、写真の方を公開いたします。ではどうぞ。いかがでしたでしょうか。1997年寝屋川車庫撮影会の記録。今回の1997年の前に、1995年に京阪7200系の撮影会がありました。当時は阪神大震災の直後であり、新車の7200系の搬入が遅れ、編成半分の4両しか撮影ができませんでした。そのこともあって、今回9000系の横に7200系も展示されていました。今回の主役はですね、京阪8000系ダブルデッカーですね。京阪8000系のですね、編成写真の撮影の後ですね、車内の見学もありました。車庫でのですね、撮影会の楽しみは、いろいろなものがですね、見れたりですね、撮れたりするのですが、前回の車庫の訪問と違い、今回はあまり撮影できませんでした。それでもですね、京阪8000系の他に9000系、7200系、7000系、5000系の中間車、その辺の記録がありました。この後ですね、仕事の方が忙しくなりまして、1997年で鉄道友の会を脱会した、そんな記憶があります。写真撮影もですね、1998年に少しあるだけで、私にとって鉄道写真の撮影は1997年がピークだったと思います。今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだな方はチャンネル登録をよろしくお願いします。応援のいいねボタンもポチッと。ではまた。